おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にドラゴンクエスト3そして伝説へ実況プレイしていきたいと思います。で本日何をやっていくかっていうと、最後の鍵を手に入れてからですね、仲間が今3人なので預けている絹をね迎えに行って、でその先でですね最後の鍵を使って世界中の宝を奪っていきたいと思いやす。ってことで乾きの壺を使いましょう。ペティは乾きの壺を海に浮かべた。おー、すごいね、わーお。お、これか、来ました。サクッとじゃないけど、だいぶ苦労したけど、ようやく最後の鍵手に入れたよ。あ、待って、なんか今びっくりマークあった。小さなメタル。おお、やった。こんにちは。私は古を語り伝える者。イシス砂漠の南、ネクロゴンドの山奥にギアガの大穴がある。イシス砂漠の南の、すべての技はその大穴よりいずるもの。承知しました。覚えときます。そしたらね、そしたら一回アリアハンに帰るやん。で、アリアハンで、お姉さん、ちょっと通してくれ。お姉さん。まず、絹をさ、お迎えするじゃん。うちのね、うちの賢者を。仲間を呼び出す。戻っておいで、絹。よしよしよし。絹を戻したら、早速、なんかアリアハンの地下に、俺は、最後の鍵を使うところがあったのを知ってる。イシスにはなかったな。イシスにはなかったぞ。だいたいね、覚えてるんだけど、イシスにはなかったよな。あれ、どうやって行くんだっけ？なんかあったよね。なんかあったよ。絶対あった気がする。あと他にどっかあったっけな、地下行ける、地下と行けるとこじゃない、最後の鍵を使うであろうとこ、どっかにあった気がする。あ、ここだ、ここ。まずアリアハンはここに、こんにちは。世界のどこかに竜の女王様が住む祠がある。へぇ。力の種、やった。こんにちは。牢獄。押す。くそ、このバコタ様が牢の中で終わると思うなよ。きっと自力で脱走してやる。おお、その息やよし。最後の鍵は袋入れといて、小さなメダルも袋入れとく、小さなメダル袋入れとく、小さなメダル袋、袋。あ、こんなもん？あ、待って、小さなメダル袋。ちょっとね、圧迫しちゃうからね。で、力の種を勇者に使っていくと。よーし、いいんじゃないですか。したら次どこだ？ここなんだ？ほほ？あー、はい。したら、リレミとチッで、ここに戻ってきたんで、次はロマリアに行こうか。ロマリアにはあった気がする。ここでルーラー使える？お、いけるね。ロマリアのどこか、どこだったっけな。イシスにこの鍵を使うところがなかったことは覚えてるんだよな。イシスにはなかったことを覚えてる。アサシンだが、ほう。風神の盾、なんかすげえの手に入れちゃった。これいいんじゃない？風神の盾、ああ、めっちゃ守備力上がる。ライアスでいいや。ライアス装備しとこう。あと、アサシンタガーは誰か装備できる？あ、誰も装備できない。多分、盗賊とかじゃないと装備できないのかな。そしたら、あとどこにあったっけ？
え、もうそんななくない？あとあれだ、テトンだ。テトン、テトン、あれテトンだっけ？ジパング、ランシール、ダーマ、バハラタ。ランシールに飛んで、もちろんランシールのこのねへそにも行きたいんだけど、それよりも先にさ、それよりも先に、よいしょ、テトンってさ鍵使うとこがあったんだよな。それ終わったら地球のへそに行こうか。ここだ、ここだ、ここ、ここ、ここだ。いやー、ムチ強いわ。あと草薙の剣が強いわ。なんか草薙の剣の攻撃がヒットした時の音、なんか会心の一撃みたいな音するね、ズザザっていう。シャーマンと地獄の鎧、なんでこいつら二人で冒険しようと思ったんだろう。ああ、仲間を呼んだっていうか、なんか死体を生き返らせたみたいな感じね。ザキ、あ、頼りになる。絹足そう。地獄の鎧、宝箱、鉄の鎧。ああ、なんかめっちゃ鉄の鎧落としそう。敵を置いて一呼吸しかしてない今。一歩しか歩いてないよ。横で見てたん？シャーマンベホイミ使えるん？メラミだ。ヒツチ。あー、ラヤさん。あー、待って、ラヤスの草薙の剣アタックでもシャーマンがやられなかった。待って、シャーマン結構手強いかもしれん。88ダメージで倒せないのか。ボミオスね。はいはいはい。まあボミオスはどうでもいいですわ。やっつけの経験値もらいの。もう前に進めないよ。物理で殴れ。ほら、ライアスなめんな。ライアス、そろそろ転職かな。さあ、夜になるまで待とっか。いや、もうめんどくせえや。あれ使おう、闇のランプ使おう。もうほぼ夜みたいなもんだったけど今。したらさ、どっかに鍵使うとこあったよね。奥の方にあったんだよな。あ、ここ、ここ。お、やっと来てくださいましたね。私はこの時が、この時待ってました。運命の勇者が私の元を訪ねる時を。え？あら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 、マジ？もう2個目のオーブ手に入れちゃった。世界に散らばるオーブを集めて、レイアムランドの祭壇に捧げろ。ほほー、レイアムランドっていうのか、あそこは。じゃあ、ランシールに飛んで、ようやく来たよ、ここまで。ようやくだよ、本当に。頼もう。これ、右は何があんの、これ。あ、誰かいる。大臣みたいな人いる。イエローオーブは世界中を巡っている。やまびこの笛であっても探し出すことは難しい。やまびこの笛があると、オーブがどこにあるかわかるみたいに言ってたよね。ただ、もう2個集まっちゃったからな。わしには見える。旅先で別れた仲間がいるとすれば、そのものが希望をもたらす。ああ、トルネロ、トルネモじゃね、トルネモ、トルネモ のことでは今の。さあ、この先はなんだこれ。よく来た豆腐よ。ここは勇気を試される神殿。一人でも戦う勇気がお前にもあるか。任せてください。では私についてまいれ。え、頑張ってこいよ。え、では行け豆腐よ。え、マジ？マジで？マジで島？やばいかも。ちょっとグリーンオーブもさ、袋入れとこう。え、やべえ。薬草とかないよね。鱗の盾どこがのかな。聖水黄金のティアラ。
やっちまった、これ一人で行くんだ。一人でも戦う覚悟があるかって聞かれたけど、へーみたいに答えてたわ。いやーこれやばそう、ダメそう、大丈夫か。さあ草薙の剣とかさ全部持ってくるんだった。いやでも一人で戦うならなおさら無知があった方がいいわ。こんなん多対一じゃ無理だって。やっちまったぜ。578の経験値、そっか一人だからレベルっていうか経験値が全部自分のものなんだ。あれ、あこれまたあれだ、無限にループしちゃうやつだ。お、やった、サクッといけたよ。左行ってみる。今右から行ったら一周しちゃったから、あ一周するね。じゃあ下か。でもなんかあれだね、ちゃんと敵弱いね、ちゃんと敵弱いわね。これならいけそう、これならいけるわ、これはいける、さすがに全然余裕だわ。よいしょ、ほほーほほほほー、あ宝箱だ、248ゴールド、ええやんけー。あベビーサタンが出てる、ハンターフライ一掃したいな。いやマジでこれ無知じゃなかったら本当に危なかった、マジで無知でよかった。冷たい息、いやこれさ本当にさ無知でよかった、マジでやばいよこれ、これ無知じゃなかったら本当にやばかった。とりあえず下行ってみる、あんまりゆっくり冒険してらんないよねマジで。あサクサクいけるのかい、押し通さなければならない。これは残り HP105 だもんね。まあ一応ホイミ使えるとはいえね、呪文も無限にあるわけじゃないからって言おうとしたけど広っ。あ階段だ、えこれ本当に合ってる、ここで、いや違うんじゃね、これ戻ってきちゃったんじゃね、え分からん、あでも違うね、俺が登ってきたところとは違う。いやーすげえところに来ちまったぜ。攻撃力が弱くてよかった相手の、ただ薬草持ってくるべきだったなマジで、これ薬草があればよかったんだけどな。薬草ないと、あなんだこれ、大地の鎧か、なんか俺の求めてるものではなさそうだが、防御力上がっていく、 138 すごくない、めっちゃいいじゃん守備力、めちゃめちゃいいよ、めちゃめちゃ守備力上がった今、気持ちいい。ただブルーオーブかグリーンオーブかイエローオーブかパープルレッドシルバーかな、集めに行かなきゃいけないんだけど、俺はこんなところで一人で何をしているんだい。なんかさ、さっきのおじいの話聞く感じだとさ、イエローが、あおじいじゃない大臣か、イエローオーブが一番大変なのかな。なんだっけなオーブって、なんかでめちゃめちゃオーブの物語やった気がすんだよな、あれかな、キャラバンハートか、キャラバンハートってあれオーブだったよね確か、めっちゃオーブ系だった気がする。あっていく、引き返す、えなんか壁の顔になんか引き返すって言われた、大丈夫これ、マホトーンはいける、ラリホは勘弁してください。いやこれ無知じゃなかったら本当にやばかったよね、無知強いな。今もうパープルとグリーンを手に入れたから引き返した方がいいぞ、ほんまか、なんかすっごいなんかすっごい顔がいっぱい並んでるね、これなんか順番とか関係ある、引き返す、あでもたどり着いた、小さなメタル、あ待って俺が求めてるのこれじゃない気がする、
78ダメ、いい感じ。よいしょ、キャットフライ倒していく。いい感じで、いい感じでは。ここでブルーオープンね。これで3つ目ね。オッケー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 。あー、袋に入ってる。そしたら、リレミトで脱出しちゃおうか。待て。全員いない。あ、そっか。こっちに戻らなきゃいけないのか。ただいま帰りました。心配したぞ。でも無事でよかった。これこれ仲間内で騒がぬようにともかく、よくぞ無事で戻った。寂しくなかったか？大丈夫でした。それはお前が一番よく知ってるだろう。さあ行くがよい。オッケー。これで、三つ目のオーブ手に入れた。いい調子だね。いい調子じゃないこれ。そしたらね。ロマリアにワープしちゃった。ロマリアじゃないな。ジッパング。ジパングに飛んで、この南米大陸、北米大陸を攻略していこう。このまま東に行ったら、お、ナイスヒャダルコベティ。このまま左に行ったら、あれがあるはずなんだよな。スーがあるから、スー族のあのスーの町があるから。ただそれって東海岸の方の話だから、ちょっと西海岸を見て、西海岸見終わった後にサマンオサ、なんかちょっとサマンオサが何か分かんないけど、サマンオサに行かなきゃいけない。竜のね、女王がいるところがあるみたいに言ってたしね。今ここが、ここ今南米大陸、ここ今中米にいる、メキシコとかにいるから、あ、塔がある。ここ攻略していこうか。よいしょ、メラミで燃やしていく。この塔は何だろうな。サマンオサではないような。サマンオサって村の名前だもんな、きっとな。この塔は何の塔だろう。よいしょ、ほうほう、あれ、なんもない。ああ、いけるいける。こんにちは。何ですかこの塔は。エリミネーター、名前やべんだけど。ザキ、あ、ザキで葬ってしまった。やるやんけ。はあはあ、まあいけないこともないね。戦えないこともないかも。エリミネーター、なんだここ、合ってる、これ攻略する順番。なんだろう、こんにちは。階段が4つある。うん、すぐ階段。お、真ん中に宝箱。これはさ、待って、宝箱がいっぱいある。人食い箱。わお、ライアス82ダメージ。だがもう貴様に負ける我々ではないぞ。わかんねえ、ベティがワンチャンやられちゃうかもしれん。ベティ怖いな。ちょっと待って、これは豆腐の呪文でベティ回復しとこう。ベティがね、一番守備力ないからワンチャン。あー、やっちまった。この紐さ、紐っていうの、これさ、むずいんだよなマジで。なんかまっすぐ歩いてったら乗れるやんけみたいなテンションなのに、意外と乗れなかったりするんだよね。ここには通ってませんよみたいな。よいしょよいしょ、怖え。これでどうよ。あー、怖すぎる。白アイリング、なんか良さそうなやつに入れた。よいしょ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 、小さなメダル、やった。したらあとは真ん中から飛び降りるだけだから、どこが真ん中、ここら辺。オッケー、山彦の、山彦の笛見つけちまったよ。552ゴールド。あうち、最悪だ。誰か助けて、もうあそこまで登るのめんどくさいよ。うえん、
このな、左のキーパッド操作に未だに慣れれないんだよな。畜生。でもね、山べこの笛手に入れた。やった。よかったね。どうする？こんな縄の上で戦いたくないんだけど、バーナバス。誰や、お前。エリミネーター、マホトーンとか唱えてくんの？絶対マホトーン唱えないような顔してるやん、お前。何もやらずに会心の一撃出すことしか考えてなさそうな顔してるのに。会心の一撃じゃなくてマホトーンなんだ。さあ、そんなことはどうでもいいから、もう一度。はい。よしよしよし。よいしょ、よいしょ。小さなメダル、やったね。落ちないように。命の木の実、やった。したら、命の木の実。を豆腐に使っていくじゃん。これなんかさ、なんかめっちゃ階段ない？いろんなところに。どういうことこれ。待って、ちょ待って、分かりにけえというか、やりずれ。この階段何なんだろう。なんか他のところにもいっぱいさ、この降りるやつとかがあるんだよね。あ、でも降りてもこうなるだけか。じゃあいっか。そしたら、待って、リレミとして、OK、とりあえず、あとはこの上に何があるか見たいね。メタルスライムだ、やれ！倒せ！行けみんな、なんとかやってくれ。逃げるな！くそー。逃げられてしまった。畜生。赤依頼。赤いらさんね、はい、お疲れ様です。さあさあ、あー、なんもなくね。おー、またメタルスライムが来たけど、ビッグホーンも来てるけど、とりあえず豆腐はメタルスライムでいいや。ビッグホーンはベティがなんか呪文かなんかでどうにかしてくれるよと思ったら、ラリホーなんてやんなくていいからメタルスライム殴れ。メラーミ、せめてなんかベギラゴンとかない、覚えてないけど、ベギラマとかでヨシナにやってくれよ。よし、あとはこれでみんながメタルスライムにダメージを与えたら、いけいけいけ、やれ、誰かやれ。ナイスだ、キヌー、ナイスキヌー。どうどう、お、いいじゃん。1299の経験値美味しいね。はははは。え、なんもなくない？なんもない。なんもないぞ。なんもないよ。そしたら、どうしよう。エジンベアに飛んで、エジンベアからぐるっと回って南米大陸に行く方が早いかな。逃がしてくれ。もうマジで逃がしてくれないよ。どうやってさ、この南米大陸に行くのが近いのかな。ワープかな。ワープができねえんだよな。よいしょよいしょよいしょ。いい感じ。ほんほんほん。で、今どうなってるんだい、君らのとこは。はぁ、喧嘩でもしたか。いや、豆腐さん、私ですよ、トルネモです。見違えたでしょ、今ここにお店作ってるんです。はは、トルネモが頑張って新大陸を開拓してるらしい。俺にいいこと教える。この大陸の真ん中数の村ある。井戸の周り調べろ。え、マジ、なんかあるの、なんかあるの、井戸の周りに。なんかあるんですか。井戸の周り、井戸を調べろじゃないもんね。あ、イカズチの杖手に入れた。イカズチの杖か。ありがとうございます。これさ、どうしよっかな。なんか南米大陸までが遠すぎて、正直結構行くのが大変なんだよな。しょうがないか。でもそんなこと言っててもしょうがないから、なんかしよう。よいしょよいしょ。くそくそ、淡々とやろう。え、待って、イカ槌の杖
強くね？マジ？めちゃ強くね、イカズチの杖。あれ無限に使えんのかな？無限に使えたらめっちゃいいよね。ベティ、ヒャダルコ、ちょっと敵厄介かも。ちょっと強いね。いやー、よしよしよし、いいよ。したら頑張って南米大陸まで行こう。おお、もう逃がしてくれ。もう敵多すぎる、マジで。これ、そしてこのアプリのこの左下の操作の難しさを考えると、待て、これもしかしてどこから、これなんかちょっと俺今怯えているのが、これ上陸できるとかある？もしかしてなんか違う入り方しないといけないとかある？とりあえずぐるっと回ってみるかもな。しょうがないからな、ぐるっと回ろう。お、レベル26なっていく。 HP6、 いいね。いや、これなんか意図的に閉じられてる感ないかしら。やべえ、入るとこマジねえかも。そんな感じか。なんかさ、なんかもうちょっと多分さあるよね、魔法の鍵、魔法の鍵じゃない、最後の鍵か、最後の鍵が使えるところが多分もうちょっとあると思うんだよな。それだよな、きっと。それだよな。ちょっと待って、道具、魔封じの杖ベティに渡しとこ。お、渡せたのか今。待って、乾きの壺は袋に入れるじゃん。パーティードレスも袋入れて、おしゃれなスーツも袋入れて、パープルオーブも袋入れて、宿女への道パープル、いや袋入れとこ。とりあえずそんな使わんもん持っててもしゃあないから。闇のランプとかもさ、別に袋の中からでも使えるからね。そんな気にせずに、小さなメダルも袋しまっとこ。袋めちゃ便利だが、ははーん、今ここまで来たのか。中に川が一本ある。どっかからあの中の川に行けないかな。あ、室があるよ。待って、そうか、もう今暗いからな。ここ何？タイミング悪かったか、タイミングが悪いか。え、骸骨、ドクロマーク、海賊の村か。なんだお前、そっか、魔を倒すってのはお前たちのことだな。俺たちは7つの海を股にかける男、噂いろいろ聞いたぜ。歓迎しよう、ゆっくりしていってくれ。マジありがとう。オーブを探している。昔盗んできたお宝の中にそれっぽいのが。どこにしまったんだっけ。おマジかよ、やめてくれ、邪魔しないでください、商売の話してる。もっとっと高く引き取ってくれても良さそう。いくら盗んできたものでも銅の剣が7ゴールドってのはな。俺たちは悪い奴らからしか盗まない、あ、義族みたいなね。ここお頭の部屋。お頭、休ませて。女の値が海賊のお頭なんておかしいかい。いや全然そんなことないっすよ。おべっか、あ、じゃあ入っていっとこ。全部はっきり言ってくれるじゃないの。でもそこが気に入った。ルサミの島を知ってるか。ここから南に行ってちょい西の方、アタイラ以外であそこを知ってる奴はまあいない。魔王を倒すために旅してるって本当か。そうです、そうです。それが実現するかは分かんないけど、倒した暁にはぜひ待てよってくれ。ルーズソックス、わっちょ待って、お頭のルーズソックス盗んじゃった。大丈夫これ。壺の中には何もない。これさ、お、小さなメダル。これさ、ここさ、休むこととかできないのかな。夜に来ちゃったせいでさ、もしかしたら昼に来るべきところだったかもしれんやん。でもさ、ルーラが使えないとさ、ルーラが使えないと朝までしのげないんだよな。
ルーラの場所にならないんだよな。あー困ったよ。どうしたらいいんだこれ。今どこ？今ここでしょ。ロー、あこれか、この左下のちょっとちっちゃいとこ、そこ行ってみるか。あ待って、朝になった。もう朝になった、もう朝になったよ。みんな起きてるか。今日はじゃあこの海賊のところのお昼間の話をしてから終わりにしようか。あお昼間は逆になんもないんだ。たださね、ここ夜は人が入ってたけどさ、今なら行ける。夜になると海賊どもが帰ってくる。それだけですか？それだけなんですか？はは、承知、合点承知の助。なんか待って、レアそうな高い壺ある。あ触れねえわ。じゃあ今回ここまでにして、次回は今海賊のお頭から教えてもらった、ここから南西にあるちっちゃい島に行くのと、あとはもうちょっと南北大陸、南米大陸をね、南北大陸ちゃう、南米大陸ぐるっと回っていきたいと思います。このね、南米大陸ちょっと今いろいろ山に囲まれてて入れるところが見つけられないんで、ちょっと中にどうにかして入っていきたいよね。うん。ってことで本日の動画ここまでにいたします。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフになっております。次回もぜひご視聴ください。豆腐でした。バイバイ。